皆様こんばんは。元男の子の青木かのんです。皆様に謝罪しなくてはなりません。私青木は先日発表されましたギャラクシーノート20ウルトラ 5G をまだ日本で発売時期が発表されていないのにもかかわらずこちら手に入れてしまいましたちょっと待って笑っちゃいけないんだ。はい、ということでですね、ギャラクシーオタク発狂したということで、香港版を輸入して買ってしまいました。しかも私が今回買ったのは、ほんと一番スペックモリモリのモデルのやつです。なので、感無量なんですけども、最初に皆さんにお伝えしとかなきゃいけないことがあって、日本で発売されてるスマートフォンって、技的っていうマークがついてるんですよ。要は、日本国内で安全に使えますよみたいな、まあ、そういうマークがありまして、ちなみにこれ、香港モデルなんで、日本の技的マークついてないんですね。だから、私はこのままだと、電波法に違反しちゃうわけですよ。それだと、まあ、まずいわけなので、ここ最近ですね、こういった海外製のスマートフォンを使うにあたって、総務省に事前に届け出を出せば、こういったスマホが使えるんです。で今回ちょっと手間だったんですけども、総務省に事前に届け出を出したんで、後ろめたさなしで使えますよ。はい、ということで早速ですね、開封していきます。ただもう私実は開封して使ってるんで、一応疑似開封ということで開封していきます。皆さんとこの開封のワクワク感を共有したいんで、いきますよ。これが箱でございます。ペンがありますね。いきます。そうです。今回私が選んだのは、ミスティックブロンズという、このノート20シリーズから導入されたカラーラインナップです。むしろこれが代表みたいな感じですごいプッシュされてますよね。やばくない？そう、反射してないんですよ。実は、このミスティックブロンズだけ、マットガラスなんですよね。ブラックとホワイトのカラーもあるんですけども、そっちは、なんか光沢のガラスみたいな感じで、ツルツルして、どっちかというと指紋が目立ちやすい質感なんですけども、これすごくない？ほんと iPhone 11 Pro シリーズと同じ感じですね。裸で使うのは結構いいかも。ただ、リングがつかないんですよね。こういう素材って。なんかそれが惜しいですよね。そして他に中に入ってるものもちょっと簡単にお見せすると、これがシムピンと、あとはやべ逆開けちゃった。そうです、最近中国とか韓国のスマホってケースが元から入ってますよね。しかもね、グリコのおまけみたいに低クオリティとかじゃないんですよ。普通に使える実用的な透明ケースで、ちょっと柔らかい、なんかゴム素材っぽい感じなんですかね。これいいですよ。個人的にこれは普通に予備で欲しいぐらいいいです。っていうのも、結構こういう透明ケースって裏側にさ、ホコリとか入ったりするとすっごい悪目立ちするじゃないですか、透明だからこそ。でも、この内側にポツ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 点があるんですよね。なので、これがあることによって、本体との隙間ができて、ホコリとかもあんまり目立ちにくいんですよね。あとは、本体にベチャってなんかつくような感じもないんですよね。だから、これすごい好きです。透明ケース嫌いな私でもすごいいいなと思うぐらいなんで。これしばらくちょっと使います。で、これ開けると、はい。これはあんまり見せなくていいですよね。これなんか海外用の香港版の高速充電のやつ。そしてこれ何個か入ってるけど、あ、でもこれはいいな。これが AKG のイヤホンだ。AKG のタイプ C で使えるやつ。っていうことは今回本体にイヤホンジャックないってことですよね。AKG だ。これいいんじゃないですか。なんか密閉性があって。ちゃんとリモコンもついてるから使いやすそう。そして、あ、これが、何も入ってないけど。あ、これなんか仕切りで入ってたやつか。そしてお次が、あ、これいいな。これ欲しいんですよね。てかもっと欲しいぐらい。これは、急速充電対応しているタイプ C。どっちもタイプ C ですよね。これで、他のスマホにも急速充電できますんで。これめっちゃ便利ですね。高いんですよね、急速充電できるケーブルって。っていう感じです。付属品は。したらですね、早速本体の外観チェックをしていきましょう。ではまずですね、この一番主張の激しいカメラなんですけども、これ、見ての通り、めちゃめちゃ分厚いんですよね。これ、10円玉2枚分ぐらいあるんじゃないのかな。だからさ、これノートシリーズだから、こうやってペンピッ出して、こうやって書くときに、カタ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 なるんですよね。だからケース絶対つけなきゃ、使いにくいですよね。ただ私はこの四角いカメラすごい好きですね。なんか高級感めちゃめちゃある。そして側面が電源ボタンと音量の上げ下げボタン。
で反対側面が、あ、なんもないんですね。すごい綺麗。これいいな。ただ左利きの人は大変そうですね。右利きだからさ、電源もカチッてできるし、どうなんだろう。そして上部、上部はマイク穴とシムトレイですね。今回私が購入したやつはデュアルシムなんで2枚シム入ります。そして SD カードも入りますね。そして下部、びっくりしたのが従来のノートシリーズってペンが右側だったんですよ。でもね、今回から左に変わってる。でドルビーアトモス対応のスピーカー、あとタイプ C。 やっぱり背面すごい綺麗、めちゃめちゃ綺麗ですよね。この色もう一目惚れして、ちょっと言葉悪いんですけど、今までのギャラクシーってちょっと安っぽっくありませんでした。まあ、ガラスなんだろうけども、なんかチャッチーっていうか、でもさ、やっぱり中身がすごいいいから、私はなんだろう、そこで補ってるっていうか。でもね、今回からちょっと iPhone に近づいてきたなみたいな、いい意味で、うえいうえいパクってんじゃねーよーみたいな、じゃなくて、ほんといい部分取ってきたなーみたいな、これいいですね。そして表面、これはもう iPhone より私は好きです。なんでかっていうと、ノッチがないんですよ。このパンチホールカメラっていうんですか、インカメがここにちょこんってあるぐらい。だから YouTube とか見るときにすごい没入感っていうか、もう本当に、あ、なんか、あ、やばくない？これですよ。ここにカメラがちょこんってある程度で、本当もう一枚の板持ってるみたいな。これはすごい。ちょっと私のテンションうざいかもしれないんですけども、昨日買ってじっくり触ったけども、やっぱりすごいな。でサムスンってすごいのがさ、去年のその前作のモデルノート10のプラス私買ってるんですけども、その時も前面は似たような感じだったんですね。ただここの丸いポッチのそのカメラがノート20よりちょびっと大きかったみたいなんですよ。全然私わかんないけども、でも今回その前作よりも20は小さくなりましたみたいな、え、そこまでこだわるみたいな、なんかこういう微調整を常に追い求めてるみたいな、なんかそんな感じがして、やっぱさすがだなって思いましたね。そしてですね、実はこれ音楽鑑賞もめちゃめちゃ良くて、ここスピーカー1個だと思うじゃないですか、超見にくいんですけども、実はですね、ここにスピーカーあるんですよ。この隙間から音出てるんですよ。考えられないですよね。スピーカードーンじゃなくて、でもしっかりと音が出るみたいな。だからデザインを崩さず大迫力で音楽が聴けるっていうことですよね。では今から音量 50% で音質のテストをしています。私は僕、いつになっても。前作のノート10プラスシリーズと、まあ、比較しながら話していきますね。今回のこのウルトラは画面サイズ 6.9 インチでございます。だからもう ほぼ7インチに近い、だからもうタブレットみたいな、だから片手持ちは不可能ですね。無理でしょ、どう考えてもこれ無理ですよ。ただ片手モードがあるんで、使えるっちゃ使えますけども、まあ個人的にこれは両手使いかな。そしてリフレッシュレート、これ画面の滑らかさですね。それを表してるんですけども、めちゃめちゃ滑らかですよ。120Hz ってことは、1秒間に120回、わーわーわーってこうやってやってるんですよ。映像を繰り返してるんですよ。だからすっごい滑らかなの。iPhone 11 Pro シリーズの倍。こうやってページをめくるじゃないですか。もうそれがね、ほんと生き物みたいな感じでこう動いていくんですよ。どうですか？ま、普段使いではなかなかあんまり気づくことはないけども、やっぱりそれを体感しちゃうと、すごい差を感じますよね。そして本体のサイズなんですけども、重さが 208g なんですね。ま、今のその大きなスマホ、私、基本的にメイン使いはやっぱり iPhone なんで、iPhone の 11 Pro Max だから、まあ、あんまり変わらない。です。むしろ、本体サイズはこっちの方が全然大きいんで、でも重さ変わんないから、なんか逆にちょっと軽くなったような感じ。麻痺してますけども、それは。でも、まあ、重いですよ。片手でずっと使ってると。そして、バッテリーの容量なんですけども、4500mAh。1日使っても切れることはないですね。まあ、1日とあとは、
半分ぐらいはいけそうな気がします。カメラとかをガンガン使った日だったら、まあ、ちょうどよく終わるかなっていうぐらいです。そしてですね、画面内指紋認証と顔認証があります。で、今のご時世ってやっぱりマスクして歩くじゃないですか。だから顔認証だけの iPhone シリーズと比べるとやっぱり便利かなと思うんですけども、ちょっとね、画面内指紋認証私はなんか遅いような気がしちゃいますね。いきますよ。ありますよね、ここの指紋のマークに手をかざすんですよ。いきます。いっせーのせっ。あ、早い早いです。これいいのが、顔認証解除された瞬間にホーム画面に飛んでくれるんですよ。iPhone は顔認証解除されてから自分でスパッてこう、スワイプしなきゃ解除されないんですけども、いきます。はい。どうでしょうか。これ便利ですよね。地味に便利ですよね。もう一回いきますよ。いきます。ポチッ。早いです。めちゃめちゃ早い。で、チップなんですけども、スナップドラゴン865プラスなんですよ。めちゃめちゃいい、てかもう一番いいやつを使ってて、っていうのもよくベンチマークスコアっていうスマートフォンの、なんだろう、性能テストみたいな、まあそういうのがあるんですけども、それでだいたい60万点出したんですよ。 iPhone 11 Pro シリーズが50万点前後だから、それより10万点ぐらい高いんですよ、こっちの性能が。まあでも40万超えてる時点でもうそんな大差ないような感じもするんですけども、まあ、でも60万点ぐらいのスマートフォンを私は使ってるんだみたいな、なんかまあそういう安心感はありますよね。そしてですね、防水性能なんですけども IP68 ですね。そしてカメラなんですけども、これ背面がまず超広角1200万画素、そして普通の標準レンズ、これすごいのが1億800万画素なんですよ。だから想像を絶する綺麗さっていうことでございます。望遠レンズ1200万画素で、このカメラのところになんか赤いポッチついてるじゃないですか。これってレーザー AF センサーっていうもので、こうやってカメラに物を映すじゃないですか。ですぐにピントを合わせてくれるんですよ。だから背景がボケたりとか、ちゃんと正確に物を映して映像としてなんかしっかりしたものが撮れるよっていう便利な便利なセンサーがついたんですね。私がなぜギャラクシーをここまで愛してるかっていう理由の一つが、他のスマホのカメラと違ってちょうどいい具合に綺麗に映してくれるんですよね。マイクテスト、マイクテスト、どうでしょうか。やばくない？これスマホですよ。背景ボケてますよね。音声の聞き取りやすさどうですか？これね、実は何にもマイクとかつけずにやってます。っていうのも、さっきこの iPhone 撮ってたじゃないですか。これで撮ってたんですよ。で、これにこのマイク。これ6000円ぐらいするんですけども、これをカチャッとつけて、プラス、さっきはなんかテーブルここに映ってるやつ全部見えてたじゃないですか。っていうのは、これを使ってたの。これをこうやってカメラに挟むとすっごい広く撮れるんですよ。これスマホのカメラのレベルじゃないですよね。特に加工アプリとか通さずにもうそのままで今出してるんで、見たまんまの映像が今こうなってます。肌の質感もすごい健康的に見せてくれるのも、これもいいポイントなんですよね。撮っててテンション上がるんですよ。まあ、これが私がギャラクシーを愛する最大の理由ですかね。インカメ、最強。iPhone はすっごい便利なんですよ。日常使いでは。ただ、カメラの画質で言うと、ちょっと物足りなさがある。もうそれを、Galaxy はすごい満足させてくれるんですね。これだって1000万画素ですよ、インカメ。1000万画素でこのクオリティですからね。これ、すごい。今スマホを手持ちで撮影してます。手ぶれの感じいかがでしょうか？あとマイクの音の拾いとかどうですかね？外部マイク一切つけてない状態で今撮影してます。あとこの今スマホの画面見る限りだと、特にね、手ぶれしてるようにあんまり見えないんですよね。結構自撮り棒とか持たずに撮影するとやっぱスマホなんで、ブレブレで見にくい映像になるんですけども、なんか自撮り棒いらないんじゃないっていうぐらい、すごいなんか安定してるんですよね。あとズーム機能いかがでしょうか？あれすごくないですか？こんな薄い本体でスカイツリーを画質をそこまで落とさずにズームできちゃってるんですよね。あれだったら全然実用レベルっていうか、あとなんか画面の上ら辺に今どの辺をズームしてますよみたいな拡大画面出るじゃないですか。あれ地味に便利ですね。
あと画角のテストなんですけども、これが今標準レンズで撮影してます。で次が超広角、こんな広がります。画質かなり綺麗なままこんな広がりますね。そして望遠、おお、わ、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、画質落ちてない。え、すごい、面白い。どうでしょうか、写り。ちゃんと食べ物も美味しく写るのかな。もうこれスマホではなくてカメラです。いきますよ。ちょっとごめん、片手だった、あっつ。うわー、飯テロだ。どうでしょうか。今回私は注文したのは生ハンバーグです。少しレアになってるっていうか、これ本当にめっちゃ柔らかい。どうですか皆さん、スマートフォンのカメラでこんなに飯テロの映像が今まで撮れましたでしょうか。ではですね、今こちらの背景の写真をナイトモードで両機種で撮ってみたんで比較していきましょう。ドン、これすごくない？普通に肉眼で見るより明るく写ってるんで自然ではないのかもしれないんですけども、でも映えるよねっていう、インスタですごい映えそうな感じの写真ですよね。 iPhone は結構落ち着いた感じで、なのでどっちかっていうとそのしっとりめで、ギャラクシーはパリッとしてるって感じ、はっきりした感じがいいのであればもうギャラクシーなのかなって思いましたね。私がよく使ってるもう一つの機能がペンで海外のページを見ながら語学学習することです。英語の文章ありますよね、わからない単語あるなって思ったらペンで近づけるとこうやって単語を翻訳してくれるんですよ、リアルタイムで。少しでもですね、楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。最近インスタグラムも更新してますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。